上昇の方、人生の勝負に勝つ成功法則、大川隆法。第一章、成功の法則。1、立志。成功と幸福は必ずしも同じではない。成功の法則という題で話をしたいと思います。もちろん、成功に至るための法則は数限りなくあるので、本章ではあくまでも一般的な形の序論的な内容になると思います。比較的若い世代から中高年に向けての成功の話ということになるでしょう。一般に成功と幸福とは同義語のように言われることが多いのですが、必ずしもそうではありません。成功のために幸福を捨てる、犠牲にするということもあるのです。例えば、出世のために幸福を犠牲にするということがあります。自分が出世するために家族が犠牲になるということは、ビジネスマンの社会にはよくあることです。逆に幸福のために成功を捨てるということもあります。自分自身の幸福、あるいは家族の幸福、一族の幸福のために成功を捨てるということもあります。このように、成功と幸福は必ずしも同義語ではないのです。ただ、一般的には成功した状態というのは幸福であると考えられることが多く、実際に重なり合う点も多いだろうと思います。幸福の科学の説く成功は、幸福の状態とできるだけ重なり合う形での成功でありたいと考えています。幸福というのは、成功の頂点においてのみあるわけではなく、成功していく過程においても得られるものですし、得られる成功もその成功の状態において幸福を手にできるようなものでありたいと常々願っています。多くの人々の幸福のためにという志を、世間的に言う成功法には、いろいろなものを犠牲にしてでも、とにかく暗い人心を極めるというものがあります。そして政治家になる、大臣になる、総理大臣になる、社長になる、天才画家になる、など様々なこの世的成功を求めます。その結果、数限りない人たちの苦労と涙があるわけですが、成功することによって、それが最後に報いられるという形であれば、それはそれなりに意義があると思います。しかし、それが報いられないまま、多くの人の犠牲によって成功するということもあるわけです。そういう形での成功は、あまり好ましくありません。自分の幸福が他の人の幸福にもつながっていくように、自分の成功が他の人の成功にもつながっていくようにと祈念しつつ、幸福成功を目指していただきたいものだと思っています。その意味において、成功を目指す際には、最初の立志の段階、まず志を立てる段階が問題になると思います。志を立てる段階において、それが多くの人を蹴落とし、不幸にしてでも偉くなりたい、大金持ちになりたい、というような志であったならば、それは幸福の科学で求めている成功ではありません。世の中にはそのような類の成功論は数多くあります。強く願ったり、推しが強かったりすると、
物事が実現していくことがあるのです。例えば人々が嫌うものであっても押し売りをすれば収入は上がりますし、実績が上がれば出世もします。そういうことはあります。しかしそれは幸福の科学が考えている成功ではありません。自分が立身出世をしたり収入が上がったりすることが必ず他の人々や社会、大きくは国家や世界の発展にとって役に立つようなものであってほしいと願っています。したがって企業で出世するにしても、例えば多くの人に迷惑をかけるような公害企業において、公害の防止のための費用を使うと会社の利益が減るからといって、わからなければよいだろうと手を抜き、利益だけを求めるような態度は当然取るべきではありません。やはり仕事には心を込めなくてはならないのです。役所などでは自分の保身のため、立身出世のために失策をしたらとにかく隠すというようなことがよくあります。失策を隠して失敗はないことにするのです。そしてことなかれ主義で、失敗しそうなことには手を出さず先延ばしをします。高級官僚などになると、入って1日目の訓話で、明日できることを今日するなというようなことを教えられたりします。先延ばしというのは入った時からもう始まっているのです。明日できることを今日したら失敗する可能性が高く、また仕事も大変になります。そのため自分の在任中には難しいこと、危険なことはしないというようなことがよくあるのです。その結果、やるべきことをきちんとやらなかったために国民に被害を与えることもあります。出世だけを求めるならば、自分が失敗しないことが大事なので、人が迷惑しようがしまいが構わない。自分がそのポストを離れたら、あとはどうなっても構わないということにもなりうるわけです。自分がそのポストにいる間だけ失点が出なければよい。次のポストに行った時に、前の部署でどんなにボロが出ようと関係がないという考えもあるでしょう。しかし幸福の科学ではそういう考えは取りません。自分が立身出世をしていくことが、多くの人を犠牲にしたり周りに不幸を広げたりするものであるならば、むしろ立身出世を望まない方が良いと思います。天もそれを望んでいないでしょう。成功を求めていく背景には、あくまでもできるだけ多くの人々の幸福のために良い仕事をしたい、役立つ仕事をしたいという志が前提になければいけないのです。ここのところを間違わないでいただきたいと思います。社長になったらこんな権限があり、こんなにお金が入るというようなことだけでやるのはどうかと思います。もちろんこの世的な出世やお金というものも成功の過程で与えられるものですが、それは言ってみれば学期末や学年末の通信簿のようなものなのです。通信簿はそれ自体に効果があるわけではありません。それはこれまで努力した結果がこのように評価されていますと後でもらうものであって、たとえそれが5段階評価の5であったとしても、それをもらって初めて5の力が出るわけではなく、
その前の楽器に一生懸命に努力した結果がそう判定されたということなのです。そのように考えなければいけません。プラスの人生を生きるか、マイナスの人生を生きるか、したがって立志の段階において、世の中に害毒を流すような志は持つべきではありません。まず、今生、この世に命を受けた以上、自分に与えられた寿命の中で、天賦の才能を最大限に発揮して、自分として満足のいくような生き方をしたい。同時に、社会や国家、そして世界にとってプラスとなるために、ユートピア建設のために少しなりとも貢献したいという志を持つべきです。全世界を変えるような仕事はなかなかできないでしょうが、ユートピアの大河の中に少なくともバケツ一杯の水を注ぐぐらいの仕事はしたいという志を持つべきだと思います。ただ、この志の部分が違っていても出世する人はいるので、2種類の志があり得ます。そして、今述べたような志というのは、どちらかといえば古典的というか、古い時代の考え方であると思われがちです。それは昔、道徳や修身で、あるいは歴史の物語で聞いたことがあるけれども、現代では流行らない考え方だ。現代は享楽主義の世の中だから、いかに面白おかしく生きるかが大事なのだ、と考える人もいるでしょう。しかし、人類普遍の原理というものはあり、それは死んでから後にはっきりとわかることなのです。人生は大きく言えば、プラスの人生を生きたか、マイナスの人生を生きたか、という二つしかないのであって、この方向性そのものを間違った場合には、取り返しがつきません。悪の人生を生きる場合、その人の権力や財力が増せば増すほど、あるいは地位等が高くなればなるほど、悪いことができます。そのため、余計に大きな罪を犯すこともあり得るのです。また、世の中にある成功法には、仙人系の霊人が指導しているものが数多くあります。そういう成功法について、本を書いたり、指導をしたりしている人は、霊界の裏側の仙人、天狗系統の指導を受けていることが多いのです。人を蹴落としてでも、とにかく実現していくということを法則性として教えるところが多いのですが、それはやはり表側の世界ではありません。法則は法則として働きますが、やはり正しいものの見方をしていかなければならないと思います。これが立志ということです。